彼女の名はユリカ。彼女が高校2年の時、僕は彼女の家庭教師をやった。一応前科もこうしてることにした。基本的に学校の授業を受けることを知らない子だったので、科目に優劣などなかった。体育なんかも教えた。逆上がりがなかなかできない子だった。何十回もやらせて横から冷やかすのがえらく面白かった。教師というのはこういうものかとその時思った。画興は半年でクビになったけど、彼女は時々僕の下宿に遊びに来た。来るたびに部屋の中を何でも片付けようとするので困った。物の置き場所が分からなくなってしまう。でも台所がきれいになるには感動した。ところが今度急に僕のところにやってきて、1週間泊めてくれと言い出した。歌手になりたいんだという。親には東京の美校に行くと言って出てきたので、家に帰れないんだとか、スター誕生の地方予選を受けてから東京に行くんだとか、一方的に勝手なことをまくしてたので、僕はちょっとムカッときた。女が男のところに泊まるのがどういうことが分かってんのかとか、教師みたいな口調で物を言ってしまったので、ちょっと自己嫌悪に陥った。私はおまんこが好きな女ですと正確に言えば置いてやるとでも言おうかと思ったけど、馬鹿らしくなったので一応置いてやることにしてや。教師と生徒の間にはみだらな関係がよく似合うと一人納得した。基本的に僕はスケベだなと再確認した。時々ね、お母さんがね、気に入ったってたんだよね。関係代名詞はね、来るんだよ。愛することかな。私は彼女を愛することを覚えたとか、ざっとで来るったりするんだ。それからね、彼女の成績は窓に吊るされていた。彼の名前は佐藤健次郎。彼は半年間だけ私の家庭教師でした。彼はまず初めに、勉強する気のないやつに教えても知らない、勉強する気が起こるまで俺は教えないと宣言した。おかげで半年間勉強しないで済んだ。大学生というのは何でも知っているようで実は何も知らない。冗談で友達の中絶の費用をカンパしてくださいと言ったら、しばし悩んで真顔で、今すぐに払えないけれど1ヶ月待ってくれと答えた。1ヶ月も待っていたらおろせなくなってしまうのに。大学入試も受けずにフラフラしていると、親が予備校とか就職とか気を揉み始めた。とてもうるさいのでふらりと家を出た。自分自身何になりたいのか何をしたいのかわからなかった。とりあえず歌手にでもなろうかと思って、スタタンの予選を受けることに決めた。友達に言ったら大爆笑大会になるのだろうと思った。友達の家には長居もできず、路頭に迷いそうになった時、ふと佐藤さんのことを思い出した。相変わらず同じ部屋に同じ風にいた。新しい少女漫画しっかり積んであった。付録が欲しくていまだに買い続けているらしい。年中タバコを吸っている人なのだけれど、灰皿の中で燃え尽きていることも多かった。台所だけきれいに片付けてあげればいい顔している人だ。ジョーストラマンが失踪から立ち戻った今、薬師丸ひろ子が復帰する今、
うんこパン化した無数のゲバラたちはいつ帰ってくるのかと彼は言った。彼と彼女のことに関してお互いの主観が食い違っていく。これでは彼と彼女の影を踏み抜くことはできない。再考しよう。彼と彼女を捉え直そう。影をたとえ当てとなくとも憎悪か霊馬かを巻くべきである。恐怖は人を注意深くさせるから戸外では有用だが、憐憫は投与された毒だ。それは雷のようにじりじりと人を柔らかくし崩壊させ腐敗させる。後ろを振り向いた時に彼は死ぬのだ。似合うかな。時代作業かな。セクトは嫌いだが、彼は嫌いな方ではなかった。彼は横浜で殺された。彼とはむしろ親しいと言える間柄だった。用意だけはいいんだから。過去へ、過去へと。しかし、
ない。私の中には昼みたいな、アヒルの子供みたいなとこあると思うんだ。ほら、生まれた時さ、殻から一番最初に目に見えたものがお母さんだと思うじゃない？そんな風にさ、刷り込みか、プリンティングか。なんでわかるか。うん。動くからだよ。どうして？本能つけられてんだよ。動くものに惹かれるように。光だって動くじゃない。ん？光だって動くじゃない。風だって動くじゃない。忘れられないの、あの人が好きよ。青いシャツ着てさ、海を見てたの。私は裸足で、小さな貝の船、浮かべて泣いたの。わけもないのに、恋は私の恋は空を染めて燃えたよ。死ぬまで私を一人にしないと。なんて古い歌だ。10年前の万博の時、大阪城の下に埋められた歌じゃないか。2000年の未来に向けて。叩いていい？いいよ。
似合うかな。時代作業かな。レチカがあってさ、でもあったかかったんだけどね。この石油ストーブだと全然つまんないよ。レチカって知ってる？すごいあったかいんだけど、煙突がいっぱいレンガの中に通ってて、なかなかないんだよね、北海道でも、あんな家。でもさ、とってもあったかいんで、本当に子供の頃はさ、とってもいいんだよ、あの遊びになって。ただかまどがね、危ないんだよ。どうしたの？どうしたの？どうしたの？え、アリサっていうのは何かって？うん、違う違う、芝居やってどうかって。え？芝居をやっててどう感じる？あ、芝居やっててですか。うん、難しいと思う。難しい。うん、すごく難しかった、やってみて。見てたらさ、あ、あなら私のできるよって感じだったけどさ、やってたら全然できなかったから。でやっぱり割り切ってさ、で、そう一生懸命こう打ち込んでやったらさ、後で気分いいしね。でも躊躇してやってたら全然もうダメになるし、芝居で自分が出せたらいいんだけどね。死んじゃいねえよ。東京行ったんだ。行方不明だったんだ。殺したら私も殺すよ。リンゴです。まずは美味しいコンポートの作り方。材料の重さの 30% の水に同じく 20% の砂糖を加えて火にかけます。砂糖が溶けたら器にしたリンゴを入れ蓋をして柔らかくなるまで15分。材料には紅玉が甘みが少なくて最適なのですが、この紅玉というリンゴ、酸味が強すぎるというのが消費者に嫌われ、今は飛ぶ菓子園でも作ってないとか。世の中少し甘すぎるんです。ジュースを飲みながら、それ
駆り立てるようにして思い切ってことを一歩進めるたびに、それ以上いけないと何かが叫んでるような気がしてた。なのにどうしてもやめられなかったんです。ほんのちょっぴり先へ、そんな風に先へ一歩一歩と、こうしてとうとうあの始末になってしまったの。でもああいうことはこんな風にして一人でに起きるもんなの。See you.